東京とか来たら、もうびっくりするぐらいイケメンいるから。街歩いてるだけで、こわ。これが東京かあの、よし行くぞみたいな喋り方になるよ。わあ、これは東京で俺は磨かなきゃいけねえなーっつって。その結果、俺は日焼けサロンに行って髪を伸ばし始めた。今じゃすげえ黒歴史だけど。お前の髪長い時代の写真今ないのかよ。俺、ツイッターに上げてる、上げてたじゃん。なんか、とんでもない、あれを見つけた、つって。メディアに残ってんじゃねえか。<laughs> ちょっとさ、一万マジさ。 いや、まずみんなさ、あの、これをこ、これ見といてな、これ。なこれ。これ見といてな。<laughs> これ、この写真いいなこれ、これにするかなんか俺なんだこれ。な、これいいじゃんな、これな。これいいじゃんな。<laughs> なにこれ <laughs> こんな写真あったのか。う懐かしい。 わ、かわいい。早く俺も、ジュニアを産まなきゃいけねえな。こんなかわいい写真が撮れるのであるならば。ないじゃん。<laughs> いや、ミやコさんと子供作ったらさ、あれなんだって。あ、ドンカス撮ってる。あ、あれか、パンモバイルか。 あのー、みやこさんさ、体が遅いからさ、俺の子供の当該ことに耐えられねえんじゃん。<laughs> やばくない俺のこの、俺二十歳ぐらいだよ、この時。俺がだから、ダメだ、東京に負けられねえっつって髪の毛伸ばして、ひさる行ってた時の。こんなだよ今、坊主よ <laughs> 安心するわ、これ、セミ見ると。おなんか俺だね、季節外れのセミがいるね。季節外れのセミ。やっぱセミよこれ季節外れのセミみてえな、やつと俺は、付き合っていくって決めてるから。 でもいっぱいいたんだよ、こういうやつが、昔は。よかった、もうこのプリクラとかなくなってるから、俺が何かを振り返るときに、やばいもん。今じゃさ、日焼け止め塗ってんのにさ、どうしてこの、何を座敷話みたて、ゲゲゲの鬼太郎みたいな。<laughs> 俺よ、外でも脱げるからよ、二十歳の時に俺、言ってたんだろうな、俺外でも脱げるから、つって。 女もなんかこんな髪の毛がぐしゃぐしゃぐしゃぐちゃ。映画館を追い出されたとか言うわけわかんない。なんで映画館を追い出されたかわかんねえ。一説によると髪の毛を盛りすぎて後ろのやつが見えない。エリートヤンキーサブローの可愛いみたいになってたから、こいつ髪の毛がさ、逆毛立てすぎてあの映画館のスクリーン、こうやって後ろの人がスクリーン見えなかったんじゃないかっていう。あんた、 頭でけえ上に髪の毛ゴリゴリに持ってて、襟足もさ、俺、肩甲骨ぐらいまであったから、これでさ、なんか、見えなかったんじゃないかって後ろの人が。っていう、結論に達した。<laughs> そうだな。顔がでかいのに髪型のせいで顔が小さくレベル、なるレベルで髪の毛持ってるからいから。<laughs> そう、その、えん、あのー、ただ、全部、 映すと、もうひどいの。あの、髪の毛の量をグィアーってやってるから顔ちっちゃく見えるけど、身長もこれぐらいっていう。<laughs> なんかその、うまくこっから上しか映さないことで、お、髪の毛、顔意外にちっちゃいなって見せてるけど、あの、全身映すとものすごいホビットみたいになってるって余計ホビットになってるっていう。<laughs> お前のギャル王時代の写真公開室にしてみたから見てくれよかった。<laughs> いきなりなおっぱいとか映されるかもしれないけど、最近もう、怖くなっちゃったから。 めちゃめちゃ、すげえキモくない俺こんな顔じゃねえよこれ美化されてるぞ !T だみたいになってんじゃんこれ絶対美化されてるよ絶対美化されてる俺し、真の俺の顔こっちだもん美化されてるリマスター版の T だみてえな感じになってるね。